間に合った。おはよう。おはー。久しぶりだね。冬休み何してた？お風呂入ってた。 LINE 未読無視常習犯みたいな返答。ああ、また今日から学校か。めんどくさいけど頑張るか。まこと冬休み中置き弁しちゃダメだったんだよ。え、置き弁なんてしてないんだけど。ちゃんと全部持って帰ったよ。じゃあなんで手ぶらなの？手ぶら？何言ってんの。ここにバッグあるじゃん。やばい、バッグごと忘れた。最悪だ。昨日の夜ちゃんと用意したのに。バッグ貸してあげようか。バッグだけ借りても意味ないわ。どうしよう。教科書は誰かに借りればいいとして、今日って教科書以外なんか持ち物あったっけ？音楽でリコーダーとピアニカいるよ。よりによって人に借りれないもの。最悪だ。あと体育で水着も。これも人に借りれないな。じゃないよ。真冬に水着て季節感皆無か。あと今日給食ないからお弁当いるよ。終わった。不運すぎてもはや笑える。しかも今朝急いでて朝ごはんも食べてない。仕方ないな。僕のお弁当半分あげるよ。え、半分もいいの？神様、仏様、高志様、ありがとう。今日の僕のお弁当カレーだけどいい？最高かよ。やったー。じゃあ遠慮なく半分もらうね。うん、白米の方あげる。あ、ルーと白米で分けちゃう感じ？どこで半分にしてんの？逆に高志はそれでいいの？うん、こんなこともあろうかと何も持ってきたんだ。あのズーズーシーンですが、交換してくれません？高志的には損はないかと思うんですが。もう仕方ないな。そんなに何食べたいなら何もあげる。なんでそうなった？何を置かずに白米食べろと？なんかもう優しいのかド S なのかわかんないな。ああ、まあいいや。たかし、スマホ貸してくれない？お母さんにバッグ持ってきてもらうよ。1時間目さえ乗り切れば間に合うはずだから。うん、いいけど1時間目音楽だよ。積んだわこれ。 Twitter のフォローもよろしく。ああ、もう正直に忘れましたっていうか、リコーダーとピアニカぐらいならちょっと怒られる程度で済むでしょ。でも今日リコーダーのテストだよ。マジか、終わった。なんで新学期早々にリコーダーのテストなんかやるんだよ。でもさすがに僕以外にも忘れてる人いるんじゃないかな。いないよ。いや、わかんないじゃん、一人くらい。いないって。さっきみんなにアンケート取ったもん。用意周到。まるで僕が忘れてくるのを知ってたかのような行動。あと今日のリコーダーのテストで今年1年の成績決まるらしいよ。重すぎる。そんなの緊張で吹けなくなるわ。そうだ、話変わるけど、パスタとスパゲッティって何が違うんだろうね。本当に話変わった。でも確かに何が違うんだろう。てかパスタで思い出したけど、まこと上履きは？やばい、上履きも忘れてた。どうりでずっと足寒いわけだ。でもなんでパスタで思い出したのかは謎すぎる。半分あげよっか。半分入ってる方が歩きづらいわ。てかまことズボンは？え？あ、いや、ちゃんと履いてるわ。一瞬ビビった。絶対この状況楽しんでるでしょ。補助食ってるでしょ。そういえば今日山本先生休みなんだって。だから一日校長先生が代理らしいよ。校長先生暇なの？そういうのって普通副担任がやるもんじゃない？いや、暇とかじゃなくてなんかやることがないらしい。それを暇って言うんだよ。ああ、マジか。最悪のタイミングで忘れ物しちゃったな。筆箱すらないし、どうしよう。もう仕方ないな。貸せるものは全部僕が貸してあげるよ。たかし、やっぱ君は最高の友達だよ。ありがとう。あ、やばい、バッグ家に忘れた。いや、たかしもかよ。